ポイ捨てなどと呼ばれて犯罪意識が低い場合があるが不法投機に該当する犯罪行為にして他人に費用を押し付ける深刻な問題であるため被害の大きな沿道などでは警告する看板などが各所に掲出されている。ポイ捨てとはゴミの不適切な処理方法の一つで対象物が小さい場合の俗称である。不法投機とも呼ばれる。 半数以上喫煙者によるタバコの吸い殻が占める。タバコのポイ捨てを行うモノらの大多数は喫煙所が付近にあってもすること、対策の中で罰金が最も効果のあることが実証されているため、シンガポールやタイ王国では罰金刑を課している。日本においても道徳的。 各種法令に抵触する違法行為であるが、ポイ捨てそのものを取り締まることを主目的とした法律がないため、ポイ捨てを行う、ものらに厳しい刑事罰、善科を与える法の立法が求められている。また、ゴミなどの路上陶器が多い地域生活では、ポイ捨てを禁止する条例を定めた自治体がある。植え込みに捨てられたペットボトル側溝にポイ捨てされた紙巻きタバコの、 吸い殻系もキャンペーンポイ捨てされるものとしては、チューインガム、タバコの吸い殻、空き缶、ペットボトルやレジ袋などの使い捨て容器類、放送紙や新聞、雑誌、集合住宅の郵便受けにポスティングされるチラシなどの紙類、食べ残した食品などがある。ポイ捨てと軽い言葉で表現される傾向があるが、火災や漂流、漂着ゴミ、野生動物の殺傷など、 他の社会問題の要因ともなっている。集合住宅にポスティングされるチラシの散乱においては、ポスティングそのものを諸悪の根源とするポイステを弁護するような声がある。対象物がタバコの吸い殻のように小さいものでも、海のゴミのうち約4分の1がタバコの吸い殻で最多であったように、海洋汚染の原因ともなる。タバコ問題に関連し、 歩きタバコ禁止条例とともにポイ捨て禁止条例が制定される自治体もあり、ポイ捨て行為に罰則を課している。条例違反の摘発事例交通の障害をきたす行為については道路交通法により取締りが行われる。平成23年6月24日法律第74号による最終改正道路交通法違反の摘発事例ポイ捨ては、 軽犯罪法違反により罰せられる。タバコの吸い殻などを、速攻や路上へ投棄することは、軽犯罪法違反になる。昭和48年10月1日法律第105号による最終改正廃棄物の処理及び清掃に関する法律は、ポイ捨て行為を罰する法律である。 平成23年12月14日法律第122号による最終改正中国では高層ビルなどの高所から物を投げ捨てる行為は犯罪とみなされる。公の安全を脅かすとみなされれば容疑者は懲役3年から10年の判決を受ける。通行人などが深刻な怪我や死亡した場合などは終身刑か死刑もあり得る。2010年代に急速に発展し、 高層ビルが乱立するようになった現状に住民のマナー改善は置いておらず、しばしば高層階から意に投げ捨てられたゴミが地上の人間や車両に被害を与えて問題となる。2016年から2018年の間に発生した高所からの落下物に関する刑事事件は31件で半数は死亡事件となった。さらに1200件の賠償請求を求める。 民事事件が起きている、ポイステ禁止条例に関するカテゴリー、ありがとうございます。